呂慶浜、聖ヨゼフ教会は、別名を、四川南路和歌出道といい、中華人民共和国上海市、江北ワイタン海道四川南路36号にある、カトリック、上海教区の元司教座制度である。1847年、イエズス会市、梅徳寺神父は、真の宮廷の教会財産の返還に関する、招徴をよりどころとして、 木内の古い天主堂協会や財産を返還するよう要求し、上海道同大は三つの土地をもって古い天主堂の保障をし、陽景浜はその中の一つで、元は北門外にある長家の祖病であった。1857年、江南州座大巻区会計係の柿津バタラン神父は、当夜私から陽景浜に移り、祖開発の主任主催となった。1858年、 原主堂の周囲には外国人教徒92人と中国人教徒が180人であった。1859年、教会の建築でフランス遠征軍司令、モントボートボルボロン公師夫人が基礎式を挙行し、次の年6月に第1期の工事が完成する、間近に改造した。1963年、フランス外交大臣のドロイスは、 中国の賠償から三十万フランを、江南修座大巻区の上海イエズス会会長である、学主か壁に渡し、この資金を用いて、上海祖海内で、広い不動産を購入し、各種の不動産等の業務を経営して、教会の事業を絶えず拡大させた。八百六十六年、イエズス会史、イケルネ年、清志神父は、洋慶浜ヨゼフ教会の院長兼教区会計長に、 認じられ、教会は、教区の経済的な中心となった。1950年、教師の梅は、カトリック、上海教区発の中国人司教に認じられ、司教官を聖ヨゼフ教会に置いた。1966年8月、文化大革命が勃発し、教会は、公営兵により閉鎖され、他の用途に充てられた。1986年に返還されて、 再度公開され、四川南土小学校と同じ敷地内にある。教会は、上海市優秀近代建築のリストに加えられた。教会は東に面しており、レンガと木の構造で、建築面積は約1000平方メートル。最も高い箇所は、ゴシック様式の主楼で、高さは30メートル余りで主楼の頂上には十字架がある。1920年代以前、 この教会はかつて長い間、上海フランス疎開内で唯一のカトリック教会であり、上海のフランス領事はこの教会に専用の席があった。教会の周囲は相次いで、病院や学校が開かれた。人愛会修道所は1864年に公焼済委員を創立し、1871年にはヨゼフ書院を開校した。同年に、 煉獄援助修道会修道所は、孤児の少女を養った、1886年に今の金陵あずま寺にあった、法文書館は今の四川南路に移転し、1912年に今の光明中学校に再度移転した。1915年には、教会のありがとうございます。